はい、皆さん明けましておめでとうございます。竹下敦史です。2022年になりましたね。はい、2021年はね、本当に皆さんにお世話になりました。本当にありがとうございます。2022年の活動といたしましては、1月7日に、加納治先生のレッスンが入っております。それまではね、自分なりにトレーニングを続けていきたいと思います。まずはやっぱりスケール練習ですよね。楽しんでいただけるような、コンテンツにするべく、このチャンネルもね、進めていきたいと思います。本当にありがとうございました。これからもね、よろしくお願いいたします。竹下敦史でした。